皆さん完全にやってしまいました。今私とココちゃんでアンパンマンのおもちゃで遊んでたんですけども、片付けを全然やらなかったらちょうどサンタさんが来ちゃったんですよ。そして片付けてないところ見られてしまったんです。ちょっとサンタさんお願いだから帰らないでくださいよ。私たち普段はお利口だよね、ココちゃん。なんで？ねえ、ちょっと片付けしてないのバレちゃった、どうしよう。ねえ、ちょっと引き止めたいと思います。ちょっとココちゃん、またアンパンマンのお絵かき始めましたけども、何のんきにやってんの。目の前にサンタさんがいてお片付けしてないのバレちゃったんですよ。こんだけいっぱいアンパンマンのグッズ散らかしてたら悪い子って思われちゃうかもしれません。ココちゃんどうすんの。サンタさんごめんなさい。ねえ、そうだよね、普段はちゃんとお片付けできるお利口なんですから。ちょっとサンタさんお願いしますよ、帰らないでください。プレゼントが欲しいんですよ。毎年プレゼントをもらってます。なぜならお利口だからですよ。今年も私もココちゃんもお利口だったので。何を言っておる。こんなにいっぱい散らかしてお片付けできない子にプレゼントなんてあげないんだよ。だからわしはもう帰る、サンタの村にね。ちょっとココちゃんどうしよう、サンタさんが帰ろうとしていますよ。このまま帰ったら本当にプレゼントはなしですよ。私もココちゃんもたまたまですよ、アンパンマンのおもちゃを片付けてないところが見られてしまって。あ、ちょっとサンタさんお願いだから帰らないで。サンタさん、あ帰っちゃった、どうしよう。どうしよう、ココちゃんごめんね、パパのせいだよね。あ、ちょっとそれ以上泣かないで。サンタさんに見放されてしまいました。私もココちゃんも今年はプレゼントなしみたいでございます。あ、ちょっとココちゃん泣いちゃいましたよ、かわいそうに。でもこれは完全にパパがいけません。しっかりとお片付けをしないで遊んでいたばっかりに。あ、ちょっとココちゃん、あ、お願いだからサンタさん帰らないでよ。どうもシュンズ TV です。まさかサンタさんがこんなに早く来るなんて、だいたい24日の夜中ですよね。でも今日は24日の昼間なんですよ。なんで昼間にサンタさん来るの、ちょうど遊んでいる最中に。あ、そうだココちゃん、アンパンマンのおもちゃめちゃめちゃ散らかってるけど、これどうするんだっけ。お片付け。そうだね、えらいね、早速お片付けしようか。いやー、たくさん散らかっちゃっていますけども、ココちゃんお片付けってどうやってやるんだっけ。あ、えらいね、ちゃんとこうやって棚に戻すことが大切ですよね。元あった場所にどん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 戻していく、それがお片付けでございます。うわー、ココちゃんえらいな、しっかりと一つ一つをまとめてお片付けしています。私もちょっとこの後協力したいと思います。だって私とココちゃん二人でいっぱい遊んでいたわけですから、一人でお片付けさせるのも違いますよね。えらいね、ココちゃん。パパに言われなくても全部お片付けができましたよ。しっかりと遊んだ後は片付けることが大切ですね。すべて元あった場所にやりました。あ、でもココちゃん本当にごめんね。パパのせいで今年はもうサンタさんが来ないことが決定しちゃったんだよ。ねえ、悲しいよね。でもサンタさんはドアから出てっちゃったんですよ。だから今年はもうプレゼントがなしで本当に。あ、見て見て。ん？わちょっと待ってくださいよ。ドアを開けて入ってきましたけども、これってダッフィーじゃないですか。昨日の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ダッフィーたちが一緒にクリスマスイブを過ごそうって言って来てくれたんですよね。それにちょっと待って、なんかサンタの帽子をかぶっていますね。一体どういうことかな。そうか、ダッフィーってサンタさんとも仲いいのかもしれません。何かクリスマスの奇跡が起きてくれればいいんですけども。今現在シュンズ TV の部屋にはダッフィー&フレンズたちがいます。もしかしてダッフィーが私とココちゃんに何か奇跡を運んできてくれたのかもしれません。とりあえず私とダッフィーで2階のトイストーリールームに行きたいと思います。やめて、うわ、ちょっとやめて、うわー、ココちゃん、あ、ココちゃんお利口だよ。
まったく。よろしくお願いします。さて、トイストーリールームまで来ましたよ。ダッフィーと一緒にですね、何を伝えに来てくれたんでしょうか。おもちゃの皆さん、聞いてください。今1階のリビングでココちゃんと一緒にアンパンマンのおもちゃをお片付けしましたよ。そしたらダッフィーが来てくれたので、なんだろうと思ってこの部屋まで来たんですけども、あれ、ちょっと待ってください。こんなところに手紙、これはなんだ。ん、プレゼントあげるよ、バイサンタ。一体どういうこと。ティア、デュークカブン。ああ、先ほどダッフィーとサンタさんが一緒に喋ったんだ。そしてダッフィーは言ってくれた、シュンズ TV もココちゃんもお利口だからプレゼントあげてほしいとな。 Yes, we Canada。 そうかそうか、だからこの手紙。あ、そうなんだよ。レックス、ダッフィーはクリスマスベアとしてサンタさんととても仲良しみたいなんだ。そしてさっきまで一緒に喋ってて、サンタさんはどこかに帰ってったんだよ。そうかそうか、ダッフィー本当にありがとうございます。あなたのおかげで悪い子じゃないっていうことを証明してくれたんですね。でも待って、プレゼントあげるよって書いてありますけども、いつくれるんだろう。あ、シュンさん、バターカップ、今日はもう早く寝て明日に備えようよ。夜中にこっそりとサンタさんがプレゼントを持ってきてくれるんだ。そうかそうか、確かにね、12月24日の夜中にサンタさんがこっそりと入ってきて、そしてプレゼントをくれるんです。今回は何がもらえるのかな、とっても楽しみですけども、私はなんだか新しくてとっても強いおもちゃな気がします。みんな、今日は明日に備えて早く寝ましょうね。サンタさんが来てくれるので。そしてダッフィーたちもこの後ケープコットに帰ると言っていました。ダッフィーたちの世界でクリスマスのお祝いをするんでしょうね。こうやってクリスマスイブに一緒に過ごすことができてとっても良かったです。ミッションズ TV。 ああ、聞いてくれ、ダッキーとバニー。どうしたの、ダッキーとバニー。ああ、サンタさんにどんなおもちゃを持ってきてくれるか聞いたんだ。そしたら、昔ロッツォと仲が良かったやつみたいだぜ。いろいろとロッツォの情報も聞けるかもしれないな。そうかそうか、そういうことも教えてくれたんですね。そしてロッツォとプロスペクターも楽しいクリスマスを過ごしてほしいですね。皆さんも素敵なクリスマスイブ、そしてクリスマスを過ごしてください。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。さようなら。みんな、メリークリスマス。ああ、楽しいクリスマスを。ママ、ああ、さすがはダッフィーたちだな。シュンズ TV の部屋に送り込んでも平和に終わってしまった。プロスペクターへ質問だよ。どこでシュンズ TV の存在を知った。ああ、ロッツが教えてくれた。私の元にやってきてアンティークショップへご招待してくれたのだ。そして私はロッツと意気投合したぞ。そうだろ、ロッツ。ママ、やあ、こんにちは。何をしているのかね。まさか私の元部下が明日からシュンズ TV の仲間に加わるとはな。まあいいだろう。ロッツォに質問です。洗脳する仲間はどうやって決めてますか。ああ、いつもアンティークショップでプロスペクターと共に考えているぞ。私にかかればどんなやつだって洗脳できるのさ。そしてシュンズ TV を確実に年内で終わらせるぞ。ロッツォチームの諸君よ、お祝いのパーティーの準備だ。ああ、そうそう、ここまで言ってもシュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。